ファッションモデルの道端アンジェリカさんです。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそお越しくださいました。どうぞ、はい、ではおかけください。それでは今日はよろしくお願いします。はい、まずはというか、はい、すごいですね。すごいんです、はい、素晴らしいお衣装で来ていただきました。ちょっとアニメに合わせて、はい、ちょっと狼風のコスプレを、もうすぐハロウィンなので、そうですね、はい、合わせてこのような衣装で来ていただきました、はい、今日のまずメイクと、はい、ちょっと衣装のポイントなんか教えていただけますか。ポイント、まあ、メイクは、まあ、ちょっと狼っぽくちょっとこう釣り目な感じでアイラインを強調するような、すごくアイライン綺麗ですね、メイクにしてみました。まあファッションは狼っぽく尻尾とかもついてて、あ、そうなんですね。そう、かわいいでしょ。後ろ姿もかわいらしいですね。そうなんです。はい、ありがとうございます。非常に本格的で、そしてかわいらしいお衣装で来ていただきました。ありがとうございます。それではいろいろと話を聞いていきたいと思うんですが、はい、まずはアンジェリカさんのちょっとプライベートなお話を伺いたいと思います。はい、まあ、先ほどもお話がありましたが、今月末10月31日はハロウィンということで、まあ、今日はそのハロウィンに合わせて人狼に仮装していただきましたが、はい、まあ、実際プライベートでは毎年ハロウィンをお楽しみいただいていると聞いたんですが、はい、そうですね、はいはい、結構ハロウィンは楽しんでます。仮装も必ずします。あ、そうなんですね。そうですね。ちなみに、はい、ハロウィンって何年くらい前からされてますか。うん、何年くらいだろうね、うん、もうでも多分20歳くらいからやってると思いますよ。そうなんですね。じゃあ結構、はい、前からも注目されてたイベントですね。そうですね。でもやっぱクオリティは低かったですけどね、若い時の方が。でもどんどんやっぱり本格的に、どんどん本格的になってきますね。そうなんですね。はい、ちなみにハロウィンってアンジェリカさんはどのように楽しまれるんですか。はい、まあ、仮装されて、はい、うん、皆さんで集まったりされます。そうです、そうです。お友達とみんなで仮装して、まあ、テーマ決めたりとか、 ある一つの映画とかをなんかこう題材にして、私はじゃあ誰役ねとか、あ、そういうのをお友達で決めて、ちょっとこうみんなで統一感がある感じで、なるほど、こう仮装したりとかしますね。じゃちょっとこう物語があったり、まあ、そこにテーマがあって皆さんでされるんですね。です、はい、なるほど、ありがとうございます。実は今日、まあ、そんなですね、貴重なアンジェリカさんのハロウィンパーティーのお写真を持ってきていただいたということで、はい、ちょっと見てみましょう。はい、1枚目お願いします。あ、すごい、はいはい、これまた本格的な仮装ですね。こちらはちなみにいつのお写真ですか。これは去年です。あ、去年何の仮装を。バッドガール。あ、バッドガールの仮装。そうそうそう、あのかなり本格的に見えるんですけれども、はい、これは、ま、こだわったポイントとかってありますか。こだわったポイント、あの実は下これ本当にもうパンツなんですよ。パンツみたいに本当にピタピタの、すごく短いっていうことですか。そうなんです。なんでセクシーバットマンな感じで、はい、ちょっとニーハイブーツとか履いて、なるほど、やりました。すごくセクシーだったんですね。はい、ちなみにこういう時はヘアメイクとかもご自身でされるんですか。はい、全部自分でやります。そうなんですね。ゾンビメイクとかも私得意なんで、そうなんですか。お友達のやってあげたりとか、やりました、やりました。すごいですね。うん、ちなみに、はい、こういった衣装ってどこで買われるんですか。あ、インターネットで。あ、そうなんですね。そうなんです。結構前から予約して買ってって感じで、意外とこうインターネットとかで買えるんですね。買えます。ネットの方がね、種類多いよ。あ、そうなんですね。うん、じゃあ続いて2枚目もちょっと見てみましょうか。はい、え、懐かしい。よくあったね。そうなんですか。これは何年くらい前ですか。それ去年、一昨年です。これ一昨年。そう、私もう携帯をもう前の使ってないので、はい、この写真を出したかったんですよ。うんうん、でこの写真どっかにないかなと思ってたの、はい、よく探したね。すごい。本当ですか。これはちなみに何を仮装されてるんでしょう。何をっても見て、トラじゃん。トラトラトラ。すごいですね。トラですよ。え、じゃあこのメイクもご自身でですか。そうです、そうです。すごいですよね。でもこれ焼肉屋さんなんですけどね。そうなんです。場所は、会場は、会場は焼肉屋さんでされたんですか。そう、あのヒョウの格好をして肉を食らうっていう。なるほど、なるほど。一応自分の中のテーマがあって、はい、すごい。え、じゃあこの時はお友達もこのような格好でですか。ね、あ、うん、いました、いました。虎じゃないかったけど、他の動物だったりとかで、動物、みんな動物の格好をして肉を食らうっていう。
すごい、すごい目立ちませんか？目立った目立った。アンジェリカさんって気づかれちゃったりもするんじゃない？気づかないと思う。だから気づかれてもそれに気づいてないから。なるほど、なるほど。こうやって毎年ものすごく楽しまれてるんですね。楽しんでます。いやすごいですね。じゃあ今年もそれできっと楽しまれるということですよね。楽しみたいです ね、 本格的ですね、はい、ありがとうございます、はい、貴重なお写真見せていただきました、はい、さあそれではここからは、まあ、本題ですが、はい、テレビアニメルガーコード1951についてちょっとお話を進めていきたいと思います、はい、実はアンジェリカさんには、はい、10月22日に放映されるテレビアニメルガーコード1951あと特別にご覧いただいたと、はい、見ましたよ、いうことなんですが、はい、見ていていかがでしたか？あのアクションシーンがすごかったです。あ、そうなんですよね、はい、今回アクションシーンがものすごくあるということで、ものすごかったです。あの大きい狼とね、狼になっちゃった子が戦うんですけど、うん、すごかったですよ。あ、そうなんですね、うん、結構スピード感もあってっていう、うん、なんか迫力もあるって、迫力もあるし、うん、絵もすごい綺麗だし、すごい楽しかったよ、ね、短い時間だったけど。あ、そうなんですか、もうのめり込んじゃいましたか？うん、楽しかった、すごい。あ、そうなんですね、うん、ありがとうございます。